岡江知前守るは、安土桃山時代から、江戸時代の武将。備前浮う氏の家臣。署名はクロウエモン、意味名は、家ナワ、カシなどと伝わる。父は、おこうまえ、守る、こに、岡平内、家重、家いなりがある。浮き直家おの故障として寵愛された、岡豪介との関係は不明。直の子の家のこのうきたひに、父の没後重として仕えたが、 1599年に、宇喜多氏において、お家騒動が起こると秀家と対立して出奔し、徳川家康に仕えた。1614年に、この平内が、キリスト教禁教令で追放された、原種信をかくまっていた罪に問われて、改役となり、越前守るも、平内を感動することにより、幕府から赦免されている。しかし、平内は、 首都の赤島さのりを頼って、大阪城に入城する。このことにより内通を疑われたようで、大阪城落城後に死罪となり、京都名検事で切腹した。この兵内も殺害され、教師となった。三男、家なりの子、ことぶきもとは、徳川家に遺憾として出資し、仮名を残した。子孫の一人に、徳川家定の奥医師、岡くぬ船員がいる。 完成重修書家府では7月6日。寸布期、慶長19年9月19日。寸布期、元長元年7月29日。寸布期、同。完成重修書家府では、江戸にて切腹。ありがとうございます。